溶液が接するとき、その間に起電力が生じます。それを液間起電力と言います。例えば塩酸と KCL の溶液からなる電池を見てみましょう。この電池は常温で 27.2 ミリボルトの電圧を示します。そして詳しく見てみると、境界でその電圧を示しています。膜を通して水素イオンとカリウムイオンとが相互拡散しています。水素イオンのイオン半径がカリウムイオンより小さいので、水素イオンがカリウムイオンより多く移動します。液2に水素イオンが多くなり、プラス極となります。塩酸の濃度を大きくします。一般化して濃度は液1が液2より大きく、イオンの動きやすさもメタルイオンが大きいとします。するとこの液の界面ではイオンの動きやすさより液2へメタルイオンが集まります。あるところで平行となり起電力を示します。この起電力を求めてみましょう。自由エネルギーの減少は括弧1です。液の界面を水素イオンは液1から液2へ、塩素イオンは液2から液1へ移ります。油率は括弧2、自由エネルギーは括弧3括弧4の式で表されます。自由エネルギーの減少は括弧5括弧6となります。自由エネルギーの減少がプラスの時、電極は1となります。活量は2となります。イオンの動きやすさは3です。活量の間には括弧7が成り立ちますので括弧8となります。液間起電力の式です。25度摂氏1対1の円では括弧9となります。25度摂氏 0.1 規定塩酸と 0.01 規定塩酸との液間起電力は括弧10となります。塩類ではイオンの動きやすさに大きな違いがないので、液間起電力は大きくなりません。しかし水素イオン OH イオンは大きな起電力を持ちます。 N は濃度によるので、濃度が大きい時には括弧11の式を使います。ヘンダースンの式もあります。括弧12です。特別な時、ルイスとサージェントの式があります。等量電気伝導度を使います。括弧13です。膜平行、膜にたくさん穴がある時はAB が自由に通ります。膜が半透膜の時、つまり A を通すが B を通さない時、化学ポテンシャルが等しくなるまで A のみが拡散します。はじめそして平行時の濃度を図のようにとると、自由エネルギーは括弧1となります。式を変形して括弧2括弧3となります。最後に括弧4となります。これをドナンの平行と言います。膜転移、膜を隔てて濃度の差があるとき転移が生じます。
まず図のような装置を組み立てて平行にします。平行になった時電波をかけるとナトリウムイオンと塩素イオンが動きます。わずかな電流で DN モルのイオンが動くとします。ナトリウムイオンによる仕事、それに塩素イオンによる仕事を加えたものは外からの電気エネルギーと等しくなります。ドナンの式を使って括弧6となります。半透膜はイオンの大きさで機械的な振り分けができます。また膜がチャージを持つので同じ符号のイオンが通りにくくなります。半透膜はイオン交換樹脂膜として広く使われています。イオン交換樹脂膜、膜の中に入り込む濃度を Y、 液につける前の濃度を S と置くと括弧1が成り立ちます。翼電位は括弧2です。膜電位は括弧3となります。ここで U プラスはプラスイオンが膜の中で移動する速さです。トータルのイオンの速さは括弧4となります。変形すると括弧5括弧6の式となります。これは濃淡電池の式、液間起電力の式と同じです。膜の選択透過率という考えがあります。括弧6です。液の濃度が薄いほどイオン交換性は良くなります。電位測定、平衡定数あるいは電離定数を測るときです。 E0 を求めて K を決めます。括弧1の式です。例えば水の乖離です。電位は括弧2括弧3で求められます。難溶性の塩類の溶解度を求めるときです。反応の平衡定数は括弧4となります。電位は括弧5となります。 pH を決めるときです。括弧6の式を使います。近ヒドロン電極を使うときです。電位は括弧7、 pH は括弧8で求められます。アンチモン電極を使うときです。アンチモンの活量は括弧9、電位は括弧10から求めます。ガラス電極を使うときです。 pH は括弧11で求めます。ガラス電極のモデル、そして使用範囲です。不正電位が観察されます。膜内部の歪みで生じます。ガラス電極は広く使われています。いろいろな利点があるからです。電位滴定という測定方法があります。溶液のイオン濃度を調べるときに使います。等量点の近くで電位が著しく変わります。